クリオンです。今回の雑学はこちら。バスの中で乗り心地がいいところはどこかという、バスに乗ってから縦揺れ横揺れがあり、どこが一番揺れが少ないのかを考える時がある。バスがカーブするときに車体の横揺れが大きいのは一番前で、横揺れが一番小さい場所は後輪の上ということです。反対に凸凹の道で起きる縦揺れでは、前輪及び後輪がその支点となっているので、その位置が最も大きい。車輪の真上では地面からの振動をまともに受けるということです。縦揺れが最も少ないのは前輪と後輪の中間の位置、そこだと横揺れも少ないと。結局のところ、バスの中で乗り心地がいい場所というのは前輪と後輪の中間の位置ということです。